はい、どうもみなさん、こんにちは、アミザです。アンチラ、かわいすぎ、わろた。ということで、はい、マジでこのスキン好き。というか、 メガネが好きなのよ、俺。いやー、メガネっ子最高ということなんですけれども、えー、今回は半汁稼ぎということで、今回の月末イベントの方で、半、あ、汁、のー、を稼ぐことができるんですけれども、まあちょっと今回はその方法とか、まあ実際どんぐらい増えたのかっていうのをちょっと紹介していければなというふうに思います。まあ、ちょっと軽くフルオートでやってたんだけど、まあ、1時間2時間とかで、まぁ時間とかで、 60個は普通に手に入るっていうような感じかな。まあ、先に結論言うとくわ。まあ、結構やる価値があるなっていうふうに思ったんで紹介していきたいと思います。はい。で、え、月末イベントでどれが一ちゃん稼げるのかっていうと、このハイレベルですね。うん。 このハイレベルが、あのー、肉の消費に対して、ドロップで半汁とかも出る可能性があるし、戦果的な旨味もあるから、えー、ハイレベルをしばき倒すっていうのが一番美味しくなってる。半汁的にはね。で、えー、まあ、ここで戦果稼いだ後に、ここの箱を開けて、この箱でラインナップにも半汁があるから、ここら辺の半汁とかも稼ぎつつ、 っていうような感じだね。はい。ちょっと今回試した方法としては、このドロステルの筆記用具、自発トリガーだよね。300個ちょうど集めました。300個ちょうど集めて、そこからハイレベルで0になるまで。まあ、つまりは60銭やったんだよね。60銭やって、戦火ガチャも回してみて、半汁がどれぐらい増えたのかっていうのを挑戦しました。 で、元々あったハンジルが7945個だったんですけれども、これもね、結構減ってるんですよ。俺もともと12000個とかあったんですけど、気づいたらね、減ってた、ハンジル。<laughs> まあアーカルムガイデンとか、古戦場とかで結構減ってたのかなっていう感じなんだけど、ここから、えー、ハンジルの数が、千、え、九、ー、7993個まで回復しました。はい。えー、と,と、自発トリガー300個を0にして、千、え、ぇ、ー、戦果ガチャその分、八、え、千、ー、8 6 4 40枚ももらららええるるんででですよ戦個もらえるから60 60で、まあ、つまりはだいたい4箱ぐらい箱はね4箱ぐらい開けられるんだけど、まあ、それでこんな感じになったっていうようなところかな、まあ、俺ただ戦火ボックスの,あの開けるタイミングがですね4箱目とかボックス45とか序盤の方だったんであの後半になってくると箱の,箱の中に入ってる半汁の数変わるんだよね今のところは15個なんだけど20箱目以降ボックス21 1>, 1以降がエリクシールハーフ10個になっちゃうからまぁ、あ、ちょっと入手量としては後々は落ちちゃうかなっていう感じなんだけどボックス20までであればエリクシールハーフが15個入ってるのでまぁ、あ、美味しくなってるかなっていうようなところですねはい。ハンジルの個数も結構増えたしあとまだヘルしばいてないからここからヘルをしばくだけでまぁ、あ、さらにもうちょっとさらにあの自発トリガーとかも稼げるからまぁ、あ、単純な200だけでは効かない感じのアドが手に入る。 いっっててるんじゃないかなかと思ってます自発トリガー300個を消化しきる時間としてはうーん何分ぐらいかなでも本当に1時間とか1時間ちょっとかなぐらいな感じだったししかもフルオートだったんですよね。手動でやると,もっと 早いいっっててううよなな感じになってるから結構やる価値は、ハンジル目当てでやる価値はあるんじゃないかなと思います。ハンジル以外にも美味しいものっていっぱいあって、例えばだけど、この道中であれば、エレメントとかも手に入るし、あの、20箱目以内であれば、この重宝小石10個、1箱100石かなうん、1箱に100石ももらえるから、石とかも稼げる。しかもボックス4とかね、近所の贈り物、ここら辺とかでだい2000石とか出たよね。2000石とか3000石とか、あの、 当たりがあれば出てくるっていうような感じになってるんで、うん。 副産物、え半、ー、汁以外の副産物も美味しいっていうようなところになってますね。はい。じゃあ実際ちょっとどんな風に俺が、えー、このハイレベル回ったのか見,見ていきましょうか。これはフルオートで縛いたってさっき言ったんだけど、95ヘルフルオートの編成をそのまんま使ったような感じになってますね。えー、クイック召喚で、えー、バブを召喚してそのまんま殴る。秒数的にはだいたい20秒ちょっとになるのかな。うん。 まあもうちょっと早い編成とかはあるんだろうけど、まあ別にそんなまったり片手間にやるぐらいだし、いっかーっていう感じで適当に振るオうとしちゃったね。はい。これでブチ縛いて、あ、なんかダメージちょっと足りねえことあったんでツインサーキュラー入れたんだけど、まあこのまんま攻撃してこれで終わり。 っていうような感じになってるね。かなりフラストレーションなく、えー、敵を討伐できたんで、まあ俺はなんか、これぐらいだったら、あほら、見て、赤箱から半汁も出てくるっていうような感じなんだけど、まあフラストレーションもたまらず回れるし、いいなっていうふうに思いましたね。まああの、古戦場、アーカルムのガイデンで半汁がなくなった人、これからね、さらにまたアーカルムガイデンもありますから、半汁の消費量とかバカバカ出てくるわけですけれども、まあちょっと今のうちに、まあもし金銭的なムーン 健康感とかかのののねゆとりががなないいいいであれば今のうちに、えー、なんかイベ結末イベントを回っておいたほうがいい待って、ジェラピケみたいで可愛い。俺、ジェラピケのさ、パンツ好きなんだけど、これさ、ジェラピケみたいじゃないわ <laughs> かるやつはわかるはずや。好き。こういうの、こういうの、スコなんだ。はい。ということで、半じない人はやってみてはいかがでしょうか ジェラピケのホットバンツ大好き、ミザでした。あとお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。